すごい役物でしょ。はい、おーおおおおおおさあ、というわけで今日はですね、はい、グランドオープン前の、グランキコーナー泉佐野店さんお邪魔してます。で、前回我々そうですね、セイントセイヤ海洋覚醒の上乗せゲーム2勝負をしようと思ったんですが最後の最後にトミーさんがやっとペガサス覚醒を消化できたというだけで全く勝負になりませんでしたので、はい、まあその続きという感じで今回はこちら新内のマクロスクロンティア4ですね、こちらの一撃出玉勝負、こちらをやっていきたいと思います。ちょっと怖いですけどね、一撃出玉勝負もやっぱ当たってからの勝負なんで言ってもミドルスペックですよ、はい、で今回も制限時間は、2時間ということで、限られてますから、まず当たりが引けるかどうかなんですが名誉挽回と、そうですね、いけるかどうかしたいところですけど、まあ、スペックがなかなか荒いスペックではありますから、はい、一撃には期待が持てます。もちろんそうです、そこは間違いないと思うんですけど、はい、というわけで、続きましてこちらパチンコ打っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあトミーさん、P フィーバーマクロスフロンティア4なんですが、はい、実はまだ稼働前、機械の方は設置されてるんですけども、稼働開始は10月に入ってからということで、最新台になります、はい、僕初打ちで初見ですので、あ、なるほど、ちょっと何もわからないままちょっと打っていきますので、ちょっといろいろ見ながら、はい、お話しながら打っていきたいと思います。お願いします。じゃあ行きましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。私一応展示会で軽く指導をさせていただいて、はい、まあ、やっぱ演出っていう部分ではなかなかやっぱ面白みのあるというか、まあ、王道のコンテンツというか、まあ、三強さんといえばっていう機種の一つでもありますもんね。そうです、本当にそうですね。で演出もやっぱ三強さんならではのこのチャンスアップであったりとか、はい、ギミックの仕様になってますから、そうですね、まあ、分かりやすいっていうかね、当たりやすい、あのここは熱いなとか、その辺も多分分かりやすくはなってると思います。そうですよね、レバブルなんかももちろん、ね、はい、そうですね、はい、ありますしね。さあというわけで今回の P フィーバーマクロスフロンティア4、まあ、簡単なスペックからじゃあちょっとお話ししていきましょうかね。大当たり確率が319分の1、ギャラクシーライブ突入率の初当たりの、突入率が約 53% となってます。でギャラクシーライブの継続率が約 81% ということで、高継続の、これは一種二種混合機になるんですかね、はい、はい、で注目すべきは初当たりの 6% で10ラウンドプラス、まあ、ほぼ次回ギャラクシーライブ突入確定みたいな当たりがあるんですよね、はい、次回大当たり確定ですね。そうですね、厳密に言うと時短250回なの で、ね、はい、まあほぼ当たると、まあ簡単に言うとへそあたりの 6% で3000個の当たりが来ると思ったらいいです ね、うんうん、ですね。だからこのあたりはガンダムユニコーンに近いの3000フィーバー大当たりみたいなやつがついてますと、そんなイメージですね。で残りの 94% は時短1回、要はこの時短1回を突破できるかどうかです。で時短1回の突破率が約 50%、うん、ありますので、その2分1を取れればギャラクシーライブに突入します。でギャラクシーライブ中はこの時短の回数が1回オア2回プラス残保留1回ということで、全部で 50% の抽選を2回か3回受けれることになりますので、まあ、トータルの継続率も約 81% ということですね。まあ、簡単に言うとスペック的にはそんな感じになります。まあこういうのも1回当たって流れを見た方が分かりやすいと思うので、まず当てましょうっていう話ですね、うん、まあ、前回ちょっとな悪い流れがね、そうですね、あのあるだけにちょっと今回しっかり払拭したい、いや大丈夫でしょう、スロットの調子が悪いときはパチンコはいい動きをしてくれるもちろんですよ、そういうの流れもありますんでね、はい。さあそしてですね、まあ演出的な話をすると3大キーポイント演出というのがございます。でそのうちの一つが24時のシンデレラっていう演出があるんですよね。こちらがシェリルゴージャスナイトとランカシンデレラナイトっていう、まあ、2つのパターンがあります、まあ、どちらもキーポイントとなってるんですが、
シェリルゴージャスナイトの方は歌姫ドライブ停止で出現する時計が24時を迎えると24時のシンデレラが発動。演出パターンが2種類あって、シェリル出現時は演出のランクアップが発生すると。でもう一つランカシンデレラナイトっていうのは、はい、こちらも時計が24時を迎えた際に今度はランカが登場するパターンですね。ビーチ中のチャンスアップをストックする演出が展開して多くストックするほどチャンスとなるという、まあ、この24時のシンデレラが一つのキーポイント演出、はい、でもう一つが歌姫ライブっていうのがあるんです。歌姫ライブ、これは SP リーチ発展前に歌姫ライブが発動すればダブル歌姫アタックリーチ発展濃厚ということで期待が大ということですね。で3つ目の3大キーポイント演出が超時空 V コントローラー。これはリーチの到着が決まる際に超時空の文字を伴って V コンが表示されるっていう激アツの演出になります。まあ、この3つが3大キーポイント演出なんですけれども、まあ、いずれも更新ライドのリーチになってますので3大キーポイント演出が発生した時には大当たりに期待してくださいということになってます。はい、あとは最近ねもう出玉スピードの速い機種ばかりなので今回どうなんだろうっていうのは気になるところです。そうですね、確かに結構回してるお店は多いです ね、まあ、回してるっていう言い方ちょっと語弊があるかもしれないですけど、あ、歌姫ドライブ行った。12時になったらいいですね。そうです、12時になればいいんです、うん、保留は普通ですね。保留普通です。これやっぱ12時に歌姫ドライバーそこそこ行くけど、ね、12時にはそう簡単に行かないですね。そこまでに行かないといけない。ちょっと弱そうな赤いぞ。ああ、シリルゴージャスナイトということでこれ3大キーポイントの一つですよ。12時行きました。ここからさあ大当たりのチャンスです。まあ 50% ぐらいの期待度ありますというところですね。ちょっと楽しみ。演出のランクアップするのがシェリルでこっちはおおおお、あれこれ金じゃないですか。金金文字ですよね、しかもおおブラックアウトした。かっこいい。あ、これだ、これ熱いやつや、激熱煽り。これめっちゃかっこいいですよ。これかっこいいですよね。あ、僕初めて見ました、この演出がかっこいい。あ、これもほらキーポイントの演出、ね、きた歌姫ライブ。まあ、三強さんの機種なんでキーポイント演出重なった時はさらに信頼度上がってるんじゃないですかね。さすがっすね、引くの早いな。これはもらったでしょう、ね。まあ、転売手柄が3っていうところも関係あるかどうか分かりませんけど期待したいところですよね。保留がまだでも普通なんですね。そうですね。うわすごい、これは当たってほしいですよ。ちょっとすいませんね、初めて見る演出だったのでじっくり見てしまいましたけど、すごい役物でしょ。はい、あ、さあまずは大当たりゲットでございます。であとはこの後時短1回を突破できるかどうかですね。よし、すごいブルブルしてる。いいな、ちょっとドキドキしますこれ。いいな、初体験。でこの大当たりの後に翼の舞チャンスっていうとこに行くんですね。あ、でもまあ2ラウンドあたりなんで、そうですね、1回チャンスですね。これです、翼の舞チャンス、時短1回で当選率 50%、 これを突破すればラッシュ突入です。ギャラクシーライブかっこいい、一級ニューコーンかっこいい、初挑戦で、ここを狙うんですね。はい、一発でスタンバイされますね。はい、はい、リーチかかりました。ちょっ
っとドキドキするな。どうなったらいいんだろう、はい。さあどうなんでしょうかね。お、あれ、お、あ、ダメなの。これレバーは出てくるもんなんだ。レバー出てきたから熱いと思いました。あ、こういう感じですね。ちょっとすいませんね、全然詳しいこと言えないんですけど、当たって2ラウンドの大当たり消化した後に今の一発で 50% 取れるかどうかっていう、まあ、そういう体です。これ勝負あっさりしてんな。勝負早い。そう、今保留にあるこの紫のやつがシンフォギアでいうとこの手紙保留みたいな感じです。中から何が出てくるか。おいけいけいけ、お、交互期待。あとはあれですね、開くタイミングとかもあるんでしょうね。そうですね、まあ遅ければ遅いほどこういうのはね、良さそうな感じですけど。お、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 長いほどいい。わかったよ。わぁ、24時まだ開いてない。いけいけいけ、おー、ああ行きましたね、24時のシンデレラ。さあ注目です。アイダ、あ、シェリル、シェリルですかね。でももう金を金を金文字出てますね、ここね。シェリルゴージャスナイト、どっちがいいんだ、ホワイトシェリー。あ、超アップ、こんな激アツなライブめったにないんだから。あれマジ2回目のあたりもらっちゃいそう。テンパイズからはもう何でもいいです、はい、色は変わらない。ただ金文字出て激アツのライブ初めてみたいな文字が出て、あ、カットイン、これは絶対チャンスアップ。今のはあとシェリル保留も結構熱いのかな。あ、シェリル保留、まあ、31% というふうには出てますね。きた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 、超、はい、おお、かっこいい。これもあの注目演出です。うわ、復活はない。うわ、ちょっとショックやわ今のは。それはきついな。ちょっと結局今のは24時のシンデレラと、まあ、最後の蝶ですね、あれ2つ絡んで。そっか、まあ、もちろん渡り確定ではないんでね、しょうがない。っていうか今日80パー落としすぎじゃないですかね。僕が悪いのか。せいやもね、あの GB レベル4で負けてますし。でもいよいよ乃木坂が11月、はい、230分の1ぐらいで出て、はい、12月にはレールガンが出て。あー、レールガン、あれが230分の1ぐらいですね。あ、ミドルじゃないんですね、で突破型のライトミドルみたいなイメージなんで。いや、どうですかね、インデックスも良かったですけど、意外とレールガンの方が好きっていう人多いですからね。そうですね、そのやっぱり私もちょっとあの存じ上げないですけど、はい、レールガンの方がやっぱコンテンツとしては上らしいので。僕もレールガンからまず入ったんですよね、まあ、時系列的にはインデックスが先なんですけど、レールガン入ってそれで満足しちゃった感じですかね。はい、まあ、スペックはどうかなってとこですね。そうですね、でもライトスペックはよっぽど悪くない限り大ごけはないと思いますね。だから乃木坂は3分の1を5回で当てるみたいな。あ、まあ強楽さんっぽい。そうですね、チャーっぽいですね、まあ、あの AKB のアマデジなんかも、はい、刹那の勝負みたいな、あれの、まあ、ライトミドルバージョンみたいな感じなんですかね、はい。
だ12月にレールガンがあるんで、やっぱレールガンの方に部があるんかなっていうのはね。あ、コンテンツとしてはレールガンですよね、やっぱりね。ちょっとね、時期もそうですしね。もうおじさん乃木坂とか言われてもわからんもんな。 AKB までは分かったんですけど。あ、確かに乃木坂いうたら白石麻衣さんとかあの辺りですよね。あ、だから全然ですよ。 あの生駒さんとかが最初いたじゃないですか。生駒さん乃木坂あのおいでシャンプーとかその時代ですよ、乃木坂を聞いてたのは。生駒さんってあの髪の毛短い。はい、そうです。はい、あ、あの子ね。はい、はい、だ最近の方たちは全然分かんないですね。これちょっとすいません、あの、はい、全く動きがないです。何やってるんですかいやこっちも全然動きがなくなってきた。待ててますからね、シーズンは。まあまあまあ、あんまり言いたくないんですけど、はい、またしてもちょっと当たりにたどり着けない可能性が出てきました。どうしますか、トミーさん。いやもうあれ使いましょう。こんなこともあろうかと、はい、恥ずかしながら大当たりの台用意しました。ただ出玉対決できるかどうか分かりません。まだそうですね、ここから、はい、ジャッジ演出 50% を突破できればいけます。いくぞ。おおよし、いった。おーい、おーい、あ熱熱熱、これおめでとうございます。はい、